皆さん、こんにちは。カスターマリです。ダンスリーズはダンスを仕事にしている人、そしてしていきたい人のためのポッドキャストです。えー、今日はですね、私が注目している若手ダンサーの五十嵐修さんについてお話をしていきたいと思います。はい、それでは夏美ちゃん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はいえ。前回スキップしちゃったんですよね。 そうですね、ジタバタしましてね。というのは、私の方だと思うんですけれども、うんはい、これ、リモートで撮っているので、ですね、青春録、だからシアトルで、リモートで撮っています。うんねうん、で、でおそらくなんですけど、私の方のあのコネクションの関係があまり良くなくて、インターネットのね。で、途中で切れちゃったということがあって。 で修復がちょっとその日は不可能だったので、また、あの、一週間置いて収録ということで。なので、はい、すいません。あの、あの、楽しみにしてくださってる方が、あの、いらっしゃればとても嬉しいんですけど。<laughs> そうですね。はい。<laughs> そうそうそう、はいうん。ということで、あの、一週間ぶりのポッドキャストとなります。はい。それでは本題ということで、はい、で今日はですね、はい、あの、皆さんには、あの、えっ、ー、と、リンク、 を概要欄のところにご紹介しておくので、そちらを、あの、見ながらでも、あの、この、ポッドキャストを、あの、聞、あの、聞かれた後に、あの、見ていただくのでもいいんですけれども、はい、あの、私たちはちょっと、あの、二つか三つぐらいのサイトを見ながら、これから、あの、お話をしようかと思ってます。はい。はい。ではですね、ちょ、じゃ夏美ちゃん、ここから画面共有しますね。はい。お願いします。じゃその、いがらししゅうさんなんですけど、はい、まあ、私が最初に、 見つけたのは、私がそんなに、うん、もうね、あの、1日に5分も見ないかな、うん、の、あの、この、インスタグラム、インスタでね、はい。そんなぐらいしか私見てないのに、はい。上がってきたおすすめというか、で、ちょっと釘付けになっちゃったのね。ね素晴らしいですよね。 もうね、うあの、これ、リール、今、私たち見てるんですけど、はい、もうこのね、つま先見て、<laughs> 本当に。か女性も顔負け、女性ももう、ここまで綺麗な人って、ねえ、なかなかいないですよ。そう、それで、こう、うん、なんていうのかな、歯と歯の間の、こう、つなぎがとても美しい。うん、本当に。これで そう。で、ここに、あの、いあのユミコダンスウェイのユミコさんも、ここにハックスしてるぐらい、だから本当にね、すごいんだなというのは、ここでもわかると思うんだけれども、ね、で、で、あ、こういう、こういう男性ダンサーが若手の方でね、うん、まあ、いらっしゃるんだっていうことで、ちょっと調べてみました。うんうんうん、はい。で、このバレーチャンネルという、まあ、これ、ポータルサイトになると思うんですけど、 はい、ここのサイトの記事が2020年の10月3日、うんえー、スポットライトダンサーズファイナル、いがらししゅう、表現、表情豊かな個性,個性派ダンサー、うん、僕は光を浴びて踊りたいという、まあ、タイトルの、これ、記事になるわけなんだけれども、はい、えっと、ここ、えー、10月の20日、 ごめんなさい。2020年の10月の3日というふうに書かれてるので、この記事が。はいうん、で、ここばーっと見たところ、うん、この時点で19歳、うん、この五十嵐さんね、うん、19歳っていうふうにあるので、うん、おそらくだから、はい、今は23か24。ですかね。うん、そうそうそう。うんうん、で、この時は19歳で、うん コロナ、コロナ禍ま、もう、真っただ中っていう感じで、うん,うん。あの、まあ、えっ、ー、と、ざっとね、プロフィールをご紹介すると、うん、埼玉の志村明宏さんってお読みするのかな優、うん、子、バレエスタジオで、うん、ここご出身で、佐宏さんかなって読むのかなああかんないけど。うん。うん、で、15歳から、うん、えー オーストラリアのバレエスクールに留学と。うん、はい。で、どうこう優秀な成績で卒業されて、ドイツのバレエ団の契約を掴んだ矢先に、うん、コロナ禍に見舞われましたと。うん、で、入団契約は取り消されたと。だから、うん、あの、で、で、この記事は、うん、まあ、彼を中、あの、彼と、あと、そういったね、海外で活躍された方で、うん、あの、 そのコロナ禍で、まあ、余儀なく、まあそのまあ、留学されてたりとか、うん、契約決まってたりとかもうすでにプロ,バレープロバレーダンサーとして活躍されてた方が、うん、あの泣く泣くなんか日本に帰国せざるを得なくなっちゃった方がなんか集まって何かをしましょうみたいなイベントのことが一番確か最後にね載ってるのね。ははいはい、はい だけど、このページは彼のことが書かれている、うんうん。で、まあ、あの、オーストラリアバレースクール時代というのは、まあ、オーストラリア人に囲まれて、うん、結構充実されてた様子が書かれてるのね。うんうん、なんだけれども、うん、まあ、その、あの、コロナ禍で何が、ごめんなさい、コロナ禍で何が起こったかっていうことで、うん、まあ、2019年の6月くらいから就職活動をしていたと。はい。 でも身長が170センチに満たないんですって。だからやっぱ男性で、170センチに満たないって、やっぱりそうなってくると、うん、やっぱり海外での活躍となると、うん、まあ、そうですね。<こ>西洋、西,うん、西洋の方だとちょっと、小柄なキャラク,ーそうキャラクターに,そ<う>になってしまうし。そうかな。うんうん だから例えば古典だと「白鳥の湖」の中で「洞窟」とかね「ヤとかね、うん、ああいうあともうそれかコンテンポラリーとか、うん、そっちになるのかなって、うん、私もこれをまず知った時そう思ったのね。そうですね今大きいからね女の子もね。そうそうそう。うん、でここの記事では。うん 日本に戻って、日本で、うんあ、もうこの時すでに戻ってたのかな、うん、で、あの、今後も日本で続きバレエを続けるのも、うん、あの、ありだというふうに考えてますみたいなことも書かれてるの、書かれてたの。うんうん、日本のバレエ団に所属する道を選ぼうと思ってますと。うん、ずっと海外で踊ることしか考えてこなかったけど、うんうん、改めて、 すと日本に素晴らしいダンサーが数多くいらっしゃいますし、うん、いつか踊れたらどんなにいいだろうと思うようなレパートリーを豊富に揃えたバレエ団もいっぱいあるんですよねっていうふうに彼はいるんで、ね、うんね。うん、なんでで他にもこの彼についての、うん、あのことを調べてみたところ、うんはい、この早起さんはい、はい、早起健一さんの、うん オフィシャルブログ、このこれは、えー、とアメーバブログですね。うん、でこの中でも2022年、さっきの記事から2年後に、はいうん、なんとこの早起さんが、うん、この五十嵐さんとおしょあのランチをした模様が載ってるわけよ。本当だから、そ,うそれでこの時に、うん、シンガポール ルダンスシアターで活躍する、いがらしくんから、連絡をいただきランチしましたって書かれてるから、だから、さっきのが2019年でしょ時系列で。だからもう3年後には、シンガポールにいるわけ。いるってか、いた、いたわけよ。そうですね。うん。っていうことが分かり、それで、このインスタが、まあこれもシンガポールの これスタで、話がつながったという。うん、はい。うん。だから、あの当時ね、まあ、彼をはじめとした他のね、うん、ダンサーさんもね、まあ、悔しい思いをした人って本当に多かったんだなって、改めて。そうですね、本当にね、うん、素晴らしいダンサーだな。ね、本当に皆さんに見ていただきたいね、これね。本当美しい。そうつま先で おそらくなんだけど、前回ね、ご紹介した、うん、ABT のアペレンティスの、うんえー、三宅さんは結構なフォロワー数だったの。だからきっと知ってる方も多いかなと思ったんだけど、この五十嵐さんについては3024人なので、うん、フォロワー数が、はい、今日現在、だから2024年7月のこちら19日なので、現在はこのフォロワー数なので、知らない方もいらっしゃるんじゃないかなと思って。 なので、あの、このインスタのリンクも貼っておきますね。ぜひ、はい、ぜひぜひ皆さん、これになってみてください。この、お美しいきを。ね足さ,足さばき。足き。ターンナウト。かかとの位置。そのポジションの取り方。うん、このパッセこう,うクルピエからのパッセみたいな。その、本当に細かいことだけど、なんか、芸術は細部に宿るって言うじゃないですか。 もう本当にそれが、今もう足元にしか目が行ってないけど、全体のバランスあってこその、そのつま先の裁きだと思うんで、本当にこうやりたい。ですね、でもね。こうできたやっぱり、つま先も去ることながら、さっきもお話しした、パッとパのつなぎのこの美しい流れとかね。ああいうのってやっぱり、昔はね、私たちの時って、 男性ダンサーって結構始めるの遅かったりしたじゃない、うん、そうですよ大人になってからっていう方がまあほとんどだったからねほとんどで、うん、まあ例えばこう最初、まあ、あの芝居をやっていてそこからバレエをやり始めたとか、ねうん、たまたま運動神経がすごく良かったとかね。そういう方が多かった。 だからこの前回の三宅さんにしろこの五十嵐さんにしろ3歳からやってるっていうのは私たち時代になかったでしょそう本当になんかこうバレエで作ってきた筋肉というか体というか、うん、まあ思考、うん、考え方マインドについてもやっぱりバレエ育ちっていうことは大きいですよね、うん、う自然自然にこう身を任せれるというか そうだからね、もうすごい時代になったなというか。本当に他にもたくさんいらっしゃいますもんね。たくさんいらっしゃると思う。だって、こ五十嵐さんのまあこの投稿を見てると、うん、本当に他の人に目がいかないもの。<laughs> もうだから、あの私、あれを思い出したの、あのうん、ベジャールの、昔、まだ私が日本にいた頃に、ベジャールの公演が日本に来日して、うん あのバレエ団の公演って、はい、男性にしか目がいかないぐらい男性が綺麗なわけよ。うん、なる、あ、そうですよね。まあ、男性が主役になり得るような作品が多いというのもありますよね。あるけれど、うん,うん、確かに。あまりにも男性が美しすぎて、うん、うん。そうですよね。バレエの世界って、まあ、一般的には男尊女卑費 世の中かもしれないけど、ある意味バレエの世界って、その逆があったような文化というか、うん、そうそうそう。それがベジャールによって、あの、うん、ま、両方ともなんか同時、同等であるというか、平等さをっていうのもあったのかもしれないですよね。まあ、その性別に関して、うん、あの、分け隔てしないというか、うん。うん 昔はだってバレエっていえばもうなんか女性がもう本当にメインで男性はなんかそうですね、そいうというそういう世界観だったから男性も少なかったからそうなったからい,、ねまあ、いろいろなさまざまな理由でそうですよね。 まあでもね、今回、まあ最後にちょっとまとめとして、彼のいろんなこう流れをね、こう、うん、まあネット越しからなんだけれども、うん、ちょっとあの自分と照らし合わせたっていうか、うちはね、あの、長女が、まあ、あのよくね、うん、この今のアメリカの情勢をすごくあの心配して、うんはい、まあ、 ね、11月に大統領選もあり、うん、だから、あの、すごくなんかね、あの、うん、不安なわけよ、本人は。だけど、私が言うのは、うん、もうでもその部分に関しては、うん、あなたは、あなたがどうすることもできないでしょ、うん、って言って、だから、うん、やっぱり自分が、あの、 コントローールできるるこことにフォーカスしていこうっていいううっ話をよくするのねだからもう彼に関しても本当にコロナ禍の時は本当に大変でまあ自分ねだから契約をその切られちゃったってのはもうそれは仕方がないことで、うん、そういう状況下だから、うんうん、それでもう目の前のことをとにかくこうやり続けてた。 で、その結果、うん、おそらく、こうやって、シンガポールのダンスシアターにきっと彼は今行って、活躍されてんだと思うのね。うんうん、そうですね。うんうんうん。だから、まあ、いろんな皆さん、状況、ね、環境、いろいろ違うと思うんだけれども、うんまあ、彼から学ぶべき、まああの、ダンス以外のことからね、学ぶべきことっていうのは、そういうこともあると思うので、うん、皆さん、ぜひね、まずは、このインスタのリンクをご覧になって、うん <laughs> そ それで、あとさっきご紹介した2つの,あのブログ記事も、うん、あの読んでみてください。はい。はい。つみちゃん、何かありますかいやー、ほんと美しいな。<laughs> それに、それを。なんか身長がね、とと低いってなったら、例えばそのキャラクテルに行かなきゃいけないという、うん、なんとなく全体なところではそうなっちゃうんだけど、 まあ日本人でちっちゃい小柄な相手だったら王子役できるじゃないですか。日本でだったらね。うん、だからシンガポールもそういう意味では、うんあまあ、同じアジア人であれば、女の子がそんなに大きくないんであれば、うん、あの、そう、身長だけで決められがちなや配役なんだけど、バレエの世界って。でも中身はものすごく実は王子様かもしれないじゃないですか。言えてる言えてる。うん そう、なんていうか、精錬潔白な、みたいな。どんな人かわからないけど。だから、まあ、しょうがないんだけど、慎重で分けざるを得ない配役っていうのは、でも、実はすごい王子様がぴったりな人かもしれないから、なんかアルミレットとか見てみたいな。今後にそのあたりが注目。そうですね。 はい。ゃじゃあ、そうですね。うん、皆さんぜひなってみてください。うん、はい。はい。それでは今日はこんなところで、はい。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。またそれでは次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。